皆様こんにちはゆめのです、えー、今週もねあの日曜日ということで、えー、今週はちょっと今週あったこと以外にもですねちょっとあの長年とか結構探していて手に入ったものとかあと今更それ買うっていうものも買ったりしてその紹介なんかもしていこうと思いますそれでは始めていきます。 はい。えー、今日はですね、あの、実は珍しくギリギリに撮っていまして、えー、もう日曜日のお昼下がりってして <laughs>、いつもね、早めに撮るんですけど、ちょっと今日はあの、体がちょっとだるくってですね、まああの、女性特有のやつなんですが、ちょっとあの、ギリギリになっております。というわけで、あの、中身はあの、ブラックコーヒー氷たっぷりになっています。いただきます。 そうそれであのずっとというか結構長い間探していたものがですねあの手に入りましてあの本当にねあのもうなんだかんだ1年以上は探していたのかな生活記録動画でねあのコーチの黒いハンドバッグを手放したかと思うんですけどまあ,あの私結構持っているカバンが黒が多くってでまああのカバンは本当に大事にしていたんですけれども あの、やっぱりね、あの、ちょっともう少し大きめのものを探していたんですよ。で、私、コーチがもうすごく好きで、で特にその、オールドコーチっていう、結構その、古い世代に作られたコーチが好きなんですけど、あの、オールドコーチってね、あの、濃いブラウンのお色とか、黒のお色はすごく人気があるので、結構出回るんですよ。で、まあ、結構、 高値がついていたりするんですけど、私、あの、白というか、ベージュ、グレージュのものをずっと探していて、まあ、その、人気がない、需要がない、出回らないっていうものだったんですが、なんと、発見したというか、出会いまして、これなんですけど、これ、これね、コーチっぽく、これ全然コーチっぽくないと思うんですけど、あの、オールドコーチというコーチで、こうやってちゃんと中に、 あのナンバーが書いてあるんですけどこれねあのまあ、私が人気がないものが好きなわけじゃなくってこの色がねあのコーチでこの色って結構ないんですよあの本当に好きな方があんまりいないからまあ あまり出回らなくって。ただね、あの、すごく、あの、嬉しいというか、探している人にとっては嬉しいと思うんですけど、あの、人気がないので、結構安いんですよ、これ。かあの、フルレザーなんですけど、これ、すごく安くって、あの、もうね、あの、本当にこれのブラウン、人気のカラーと比べたら、桁が全然違っていて、もうね、あの、見つけた時にね、もうすぐ、買えるくらい、 あのお買い得で、したでこれがね、欲しかった理由が、あの、ルームツアーの時に少しお話ししたかと思うんですけど、あの iPad のペンの位置のお話ししたかと思うんですけど、これがね、あの、私が愛用している iPad なんですけど、これがね、こんな感じで、こんな感じできれいに入るんですよ。 ペンの位置が横なので、あの、引っかからないで締めることもできて、でね、あの、持ち手がね、すごくこんな感じでしっかりしているので、もうこれはね、あの、このカラーを私本当に、このカラーを知ってからもう、うわ、欲しい、このカラーでこの形欲しいと思って、もう、 見つけた時のテンションの上がり具合が <laughs> すごくって、ね、最近ね、ちょっとあの、外に出る機会が増えたので、この iPad をね、持って出る機会も増えて、で、今あの、動画編集もこれでしているので、あの、動画編集って、あの、Wi-Fi がなかったり、電波がなくても結構できるので、あの、これね、結構持ち歩く機会が最近増えてきたので、もう、これね、ほんと、買ってよかったです。本当にね、 本当にぶっちゃけた値段いっちゃうと、いろいろ入れても5000円しなかったので、もう本当にね、お買い得です。もしこれがあの人気のレザーの、あのブラウンのカラーだと1万円以上絶対するので、人気がないカラーが好きというわけではなく、このグレージュのようなカラーに惹かれていたので、もうね、これはちょっとあの、私あの購入品紹介というほど物を買わないので、 あと、買うんですけど、定番品ばっかり買うので <laughs>、あまり新鮮味がなくて、特別そのコーナーっていうのはあまりないんですけど、ちょっとね、これに関してはもうすごく嬉しくって、もうね、結構入るんですよ、これ。ガパッと。ポケットもあるし、ペラペラだけど、ちゃんとしたコーチの。でね、この金具がまたね、結構あの、もう、使い込んだカラーになっていて、使いまくってます、すでに。買ったのはそんなに前ではないんですけど、 もうね、あの、見つけた時嬉しくって、もうね、このね、これとかもすごくね、もう年季が入った感じがあって、いやー、いいですね。オールドコーチ。多分ね、あの、オールドコーチという名前は有名でも、この色のオールドコーチっていうのが、あの、存在するのを知ってる方っていないんじゃないかっていうぐらい人気がなくって、なんかその、オールドコーチ専門のアンティークショップとかもあるんですけど、なかなかこの色ってなくって、 で、なんか、入ってこないというよりも、入れないらしくて、あの、売れないから、うん、嬉しかったです。で、もう一つがですね、ワイヤレスイヤホンが流行っているのに、あなたはなぜって言われるであろうことを承知の上で紹介するんですが、あの、本当に、アップルの純正品のあの、優先イヤホンですね、ライトニング。これを二つ買いました。 有線イヤホンって思われるかもしれないんですけど、あの、私意外と有線のイヤホンを使う機会が多くって、で、しかもそのなんでこれ2個買ったかっていうと、あの、私 iPhone は8プラスから iPhone なので、8プラスはあの、無料でというか一緒に入っていたんですよ。なんですけど、12も、この間買った14も、あの、もちろん充電ケーブルだけでイヤホンが入っていなくって、 ずっとあの8プラスについてきた有線のイヤホンを使ってたんですけど、12プロマックスはもちろんなんですけど、14もね、すごく電池の持ちがいいから、有線イヤホンでも全然いいっていうことが発覚しまして、もう8プラスについてきた有線イヤホンがですね、ちょっともうボロボロなんですよ。さすがにもうかなり前なので。私最初あのメルカリでね、あの、新品未使用を出されている方が結構いて、 まあでも、だいたい2000円とか1900円とかするし、それ結構するんだなって思ったんですよね。アマゾンね、あの、愛犬のガムを、あの、まあいつも買うんですけど、ガム買おうと思って、まあアプリ開いた時に、あ、純正品って新品だといくらなんだろうって、ふい、なんかその、ふとね、検索したんですよ。そしたらそのアマゾンの中にある、あの、アップルの公式ページに、これ普通にまああったんですけど、なんかね、セールをしていて2000円ぐらいで、 え、メルカリより安いじゃんって思って、もう思い切って、あの、2個。二、まあ、個買おうと思ってたので、あ、まあ2個買っても結局アマゾンだったら次の日に来るしと思っても、あのね、ワイヤレス時代の現代なんですが、私はあえて有線のイヤホンを2個買いましたというね。これね、もうさ、欲しかったので、これはもう、 なんでそのアマゾンだけそのアップル商品がなぜ安いのかとかちょっと知らないんですけどちょっと探していて欲しかったしメルカリで買っても良かったんですけどやっぱりその公式サイトで買った方がいいのかなとも思ったので買いました。はい。 もうそんな感じで今日はいつもの時間の半分を使っちゃったんですけど、そう、昨日の動画にね、あの、温かいコメントをいただけてめちゃくちゃ嬉しくって、もう若干やはり私はすぐ泣くので、まあちょっとうるうるしながらコメントを見て、なんてお返事しようかなって今 <laughs> 考えてる時間なんですけど、日曜日のお昼下がりで。そう、あの、 やっぱね、味方ですよとかね、応援してますって書いていただくとね、本当に、ああ、なんか、私、定期的に休んだりするじゃないですか。あの、落ち込んじゃって。それでも見てくださっている方がいたり、 あの、本当に嬉しいなって思ったんですよね。とともにね、あの、今週ね、あの、思ったというかね、あ、やっぱそういう感じなんだって思ったことがあって、今週ちょっとあの、外に出かける機会があって、私あんまり家から <laughs> 出たくないので、出かける日があったらもうその日に全部、あの、用事を詰めちゃうんですよ。だから、その、えー、っと、水曜日か。水曜日がね、すごくあの、スケジュールがもうパンパンだったんですけど、その日にね、あの、お話をする機会があった。 方がいてまあその、あまりその、対面で会うことも全然なかったので、まあ対面で会うのが本当に何年ぶりっていう方だったんですけど、まあちょっとね、その YouTube でネタにしたいのでとかもちろん言っていなくて、まあ話の流れでね、まあ、こんな感じでっていう、まあ話が終わりかけた時に、 まあそのちょっと聞いてみたんですよね。全然あの個人のイメージでいいんですけどってなんかちょっと質問してもいいですかっていう感じで聞いたら、ああいいですよいいですよ何ですかっていう感じで言ってくださったので、なんかその不眠症って聞いたらどう思いますってまず聞いたんですよ。あのカマをかけるとかではなくて。そしたらまあその方が、あ不眠症って聞いたらやっぱり寝るの辛いとか寝れないとかですかねって言われたんですよね。ああそうですか。 なるほど、なるほどって。その方も私の病気のことを知らない方なので、なるほどって。じゃパニック障害って聞いたら何て思いますって聞いたら、ああ、パニック障害ってあれですよね。なんか乗り物とか乗れないとかですよねっておっしゃったんですよ。あ、なるほど、なるほど、みたいな。で、あ、じゃあ過呼吸って聞いたら何て思いますって聞いたら、あ、あれですよね。なんか呼吸が、呼吸困難になっちゃうんじゃないんですかねみたいなことをおっしゃって、なるほど、なるほどって。 あ、じゃあ、統合失調症って、なんて思いますって聞いたんですよ。そしたらね、その一瞬止まったんですよ。あって。ああって。なって、ああ、統合失調症ってこれ、今、二人しかいないんで言っちゃうんですけど、あの、やっぱり犯罪者のイメージですねって言われたんですよ。犯罪者ですかって聞いたら、いや、なんか最近、あの、危険な犯罪の人って、なんか、 統合失調症の人多いじゃないですかって。なんかあの、猟奇的殺人とかサイコパスとかってなったら絶対あの、テレビとかで統合失調症でしたって言うじゃないですか。だからなんかちょっと、あの、怖いですねって言われて、私はその、ショックというよりもすごくそこに興味を惹かれたんですよね。なぜならちょっとその答えをちょっと期待していたから。で、あ、じゃあ、不眠症とかはそういう感じじゃないんですかって聞いたら、 いや、だってもう、漢字でわかるじゃないですかって言われたんですよ。あ、なるほどと。不眠症、パニック障害、過呼吸。確かに、漢字でイメージがつくんですよ。統合失調症って、もう、その、もう何にも知らない、その、普通に生きてきた方からしたら、統合失調症っていう漢字って、漢字で名前を見た時って全く意味がわからないから、 その入ってくるニュースとか、あの記事とか、そういうものでしか判別ができないんですよ。関わりがない人生では。だからもう本当に健康で普通の生活送られてる方からしたら、漢字が並んでるのを見ても意味がわからないっていう。そう。だからその人は全然悪くなくって、多分そういう人が世の中の7、8割なんじゃないかなっていうことが、ちょっと確認できたことがちょっとなんか嬉しくって。 でもその方って本当に全然悪い方ではなくって、本当にいい意味で本当にもう普通の人生を、あの普通に歩まれてきた方で、まあその私が病気の話をしていないっていうのも別にその言う必要がないから言っていないだけなので、まあその時にね、あの、なんでそんなこと聞くんですかって言われたので、私は全然隠すつもりがなかったので、素直に、あ、あの実は今言った4つとも全部私、あの病気持っててって、あの言ったんですよ。 そしたらね、あ、え、そうなんですかすいません。ちょっと、統合失調症のこと、すごい失礼なこと言っちゃってごめんなさいって謝られたから、いやいや、違うんです、違うんですって。純粋にあの、世間でね、その、病気のこととか知らない方からしたら、一体どういうふうに思われてるかって、すごく気になってて、って言ったんですよね。で、私、大体あの、 お話ししたりする方に自分のプロフィールで、あの、大体言っちゃうんですけど、なかなか言うタイミングがなくって、お伝えできていなかったので、いい機会だなぁと思って今、あの、ちょっと伺ってって、ごめんなさい、こっちこそなんか、騙すようになっちゃってっていう感じで言ったら、いやいや、すいません、すいません、確かにそういう話する機会ないですもんね、って言ってて。で、まあ、でも私はね、やっぱり、あの、聞いてよかったなって思って、確かにね、その方がね、あの、 おっしゃった通り、漢字で見ただけでは、統合失調症だけ意味がわからないんですよ。<laughs> なんだそりゃっていう。あの、まあ、これちょっと変な話かもしれないんですけど、統合失調症って2002年についた名前で、その前はね、精神分裂病っていう名前だったんですよ。もうさらに意味がわからんじゃないですか。ただその精神分裂病の方が、まだなんかちょっとイメージが湧くのかなって、私、 的にはその、その時代の時の方が分かってもらえてたから、統合失調症になった理由が、なんか精神分裂病ってもう差別的じゃないですか、な、ま、感じで。精神が分裂しちゃってるって、この人おかしいってなっちゃうから統合失調症ってなったっていう経緯も、まあ、あるんですよね、理由の一つとして。だけど、なんかその方のね、お話を聞いていたら、あの、逆に訳分かんなくなっちゃってるんだなっていうことが分かって、プラスその、 なんだろう。その方もね、おっしゃってていや、僕も不思議だったんですよね。なんかその精神疾患があってっていうニュース見るじゃないですかっていう話になって、あ、ありますねって言ってて。あれって精神疾患でしたで終わる場合と精神疾患で統合失調症でしたってなんで病気の名前統合失調症だけ言う必要があるんですかねっておっしゃったんですよ。あ、やっぱりそう思いますって。 言ってて、で、いや、多分ね、あの、統合失調症だけ、まあ言っちゃえばちょっと症状がね、あの、特別なものが多いからだとは思うんですけど、って言ったら、その方がね、めちゃくちゃ素直な方なんですけど、言い方で。いやー、なんか、ああいう言い方すると、なんか、ああいうちょっと怖い事件を起こすの統合失調症っていうイメージついちゃうんじゃないですかね。なんか、失礼じゃないんですかね、って言ってくださってあ、やっぱり、あの、本当に病気のことを知らない方で、 そういうニュース見ちゃってたら、あ、こういう事件って統合失調症の人がやるんだって思っちゃうんだって思って。で、しかもね、その普通に生きてきた方が、そういう風に思ってくださってるってことが、すごく私の中で嬉しくって、失礼ですよねとか、あの、私のね、周りの方々って、その、失礼ですよねとは思わずに、あなたもいつかするんじゃないのとか、あの、サイコパスですよねとか、あの、人のこと殺したいって思いますかとか <laughs>、 そういう人が多かったから、やっぱりその、普段会わなくって、そういう方と対面で会ってお話をすることって、めちゃくちゃ大事だなって思ったんですよ。でね、なんかその方は全く悪意のない、本当にいい方で、本当に、ね、穏やかで。で、あの、厳しいところは厳しく、優しいところは優しくっていうきちんとされた方なので、やっぱね、そういう方の意見を聞けるってね、あの、私はやっぱり人に恵まれてるなと思ったし、 だからなんだろう。あの、なんて言うんですかね。その、確かにその、統合失調症の方がその、ちょっと猟奇的だったり、危険な犯罪を犯すパターンは結構多いし、増えてはいるんですけど、あの、なんだろう、そのイメージを作ってるのって、あの、病気の人ではなくって、まあ、こういうこと言うと失礼だと思うんですけど、ある種その、報道機関、マスコミとか、そういうところも多いですし、その、 捕まった時に精神鑑定を受けるじゃないですか。その時のその精神鑑定の診断を出す先生もいると思うんですけど、その先生というよりも、その過去の判例に伴って統合失調症の場合ってあの、刑が軽くなるっていうのがまあ、有名な映画とかでもあるんですけど、なんかそういうのを作ってるのって結構そのマスコミとか報道機関とかその過去の判例とか、 統合失長所の人って悪いわけじゃないっていうのを、なんか改めてすごく思いましたね。なんかその本当に健康体できてきた人から聞くと、そう思ってなかったとしてもそういうふうに徐々に思ってきちゃうんだっていうことが分かって。今週はね、それをね、すごく、あの、それが私の中でプラスになった、あの、体験というか、いい経験というか、うん、やっぱりあの <laughs>、外に出るのは嫌なんですけど、あの、外に出るって、 大事だなと <laughs>、思いました。はい。そう。そんな感じですかね。で、最後にというか、あの、めちゃくちゃ嬉しいことがあって、これただ嬉しいだけなんですけど、あの、私、アクセサリーのインスタグラムがあるんですけど、あの、年齢層の分析をインスタグラムがね、あの、出してくれるんですよ。 YouTube のアナリティクス的なものと似てるんですけど、それでね、私全く気づかずに、いつもその年齢層とか性別とかを見てね、ああ、同世代の方が、あの、見てくださってね、私はその、ま、ラフ荒ー世代、ま、荒ー世代以降の方にっていうことで発信をしてるので、あ嬉しいなって思ってたんですよね。そしたら、あの、まあ、他の方から聞いたらですね、その表って本当は10代かららしいんですよ。 えと思って。<laughs> 私、10代がないから、10代からと思って。なんか10代ゼロとか出るもんじゃないですか。そは出ないんですよね。私のいつも30代からってなってるから、私、めちゃくちゃ引き寄せてるなと。10代が表示されなかったというショックは別になくって、あの、求めていないので、なんだろう、見てほしい方に、 見ていただけていること、すごく、あの、嬉しくって、なんか、あの、すごいことなんじゃないかなって私の中で思っていて、大人レディーのって書いてるから、大人レディーが集まってくれてるんだとは思うんですけど、見てほしい人にガッて見てもらえるってなかなか難しいと思うから、その、グラフが30代から始まっているっていう時点で、私、なんかすごい、あの、引き寄せてるなって、引き寄せてるというか、その、見てくださっている方が、 あの、本当にその、私のターゲットとしている年齢の女性だったので、なんか、私あんまり SNS を使うのが得意ではないので、ま、その、YouTube の動画を更新しても、あの、Twitter で宣伝することもまずないっていう <laughs>、ま、してないので、あの、バレてると思うんですけど、なのでなんかその、Instagram のアクセサリーに関しては、その YouTube をしてることもほぼ書いていないんですよ。あの、リンクを載せていないので、 だから、それでも、あの、30代以降の女性の方が中心に見てくださっているので、SNS ってすごいなって思って、あの、YouTube と紐づけてもほぼいないので、YouTube からあの、アクセサリーを見てくださる方はいても、アクセサリーから YouTube に行ってくださる方って、ま、いけないので、検索するしかないから、なんかその、引き寄せていることが、あの、すごいなと思いました。はい。 そんな感じです。いません。あの、今日は、結構あの、いつもと違って、ちょっと謎な20分だったかと思うんですが、とりあえずは、今日はね、あの、この、探し続けていた、コーチのね、オールドコーチのバッグの話と、えー、今更買ったあの、その、有線イヤホンの話と、あとその、漢字でね、統合失調症って分かりにくいっていう話と、 あとはその統合失調症のイメージを悪くしているのは患者ではなく社会なのではないか、マスコミなのではないか、っていうことに気づけたこと。あとはその知らず知らずのうちに、えー、私が見てほしい世代の、大人世代の女性がですね、あのインスタを見てくださっていることをあの気づきまして、とてもあの嬉しく思った。 というお話をしました。なんかもう、きっとその引き寄せの法則とかってすごいって言うけれど、それを知らず知らずのうちにできていたって本当にすごいですよね。これでその、実際に引き寄せの法則とかを試したらもうすごいんじゃないかと思ったんですよね。またね、その別の機会に、あの、ちょっとね、あの統合失調症とかとね、関係があるんですよ。引き寄せの法則の世界って。 うん、それはね、また別でお話をしようと思っていたんですが、お話をしようと思っていたんですけれども、それよりも先にね、あの、引き寄せていたことがあったので、ちょっとそれをね、あの、お話をしました。はい、えー、そんな感じで、日曜日はもうこんな感じで、あの、なんだろう、本当にまったりおしゃべりをする感じになっちゃっているんですけれども、えー、今週もね、あの、無事に一週間が終わったということで、はい。 えー、ほっとしております。もうなんか、ね、あのー、この動画が上がるのが17時なので、まあ、あと3時間アクセサリーの販売をしておりますので、よかったらね、あのー、チェックしていただけると嬉しいです。あのー、公式 LINE のクーポンをね、使ってくださる方がちらほら現れてちょっとね、あのー、嬉しいです。はい。そんな感じで、えー、今日の動画は、 この辺りで終わりにしようかと思います、えー。いつも最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございます。えー、この動画が少しでもいいなと思っていただけましたら高評価とチャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。